ちょっと一つだけ、なんか、関野さんに最後にちょっと質問、まだ、ちょこっとだけいいですか？いいですよ。関野さんから見て、その、なんだろう、今回稲葉さん、香織さんが、上村南冒険賞を受賞したんですけども、なんか、上村南冒険賞の受賞の先輩としてというか、こう、なんか探検家から見た時の、その、香織さんの、その旅で、なんかどういうふうにこう見えてるもんなのか、どんなふうな、まあ、印象というか、どんなふうに感じてるかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけども。まあ、なん上村か、賞とは関係ないけど、うなん、はい。んていうか、スタイルは似てるんですよね。こう、なんていうか、やっぱり人間が、一番興味があるっていうか、その人間も、じゃあ自然に興味がないかというと、そうじゃなくて、自然の中で自然とこう、まあ、うまく折り合い続けて生きてるっていうか、もう一体となってる人たちもいるし、まあそれに近い人たちもいるし、まあそういう都会にいるとね、自然の中で生きてるって感じしないじゃないですか。に自然なんかなくても生きてる、構わないっていう人もいるだろうし、自然は虫がいるから嫌だとか、じゃなくて、いや、だからその自然って虫がいて、初めて、それも含めて自然なんで、嫌なこともあるの決まってるので、都会にいても嫌なことはあるんで、で、そういう旅のスタイルとしては似てるんで、章で言うと、いわゆる普通、今まで、上村南冒険賞を取ってきた中で、岡村隆史さんがちょっと違うじゃないですか。そうですね。今回も違うんですよね。そういうのが、これから増えていくと思うんですよね。それはなぜかというと、まあ、先週、角畑氏と話したんだけども、これからの冒険っていうか、それで、要するに、地域到達しっていう、要するに、北極点目指そうとかさ、エベレスト目指そうとか、今、到達点があったんで、今までの冒険って。そういうのってもう、地理的にはもうなくなっちゃったし、普通にそういうのばっかりやってると、もう限界があるっていうかね。かといって宇宙行くってことになると、宇宙なんて言っても自由がないわけで、もう分業で、ロケット打ち上げる人と乗る人が違うわけでね。要するにもう何もすることないわけじゃない。自分で判断することないじゃない。宇宙になると。で、そういう意味で、なんていうか、到達しじゃない、冒険がこれから、例挙げたのがいろいろあるんだよ。だから、関わった人の直訳もそうなんだよね。目的地ないんだよね。そうですね。確かに。ないし、まあ、彼は服部文子をすごく高く評価するんだけども、それはわかるんだけど、でも、そうだね。でも彼は目的あるんだよ、山が。やっぱり一応先鋭的な登山を自給自足しながらやってるわけで。そういう意味では、一応到達点あるんだよね。で、もう一つ彼、挙げてるの、狼。イギリスの、イギリス人がカナダ行って、狼になっちゃうっていうか、狼の群れに、野生の群れに入って、見事、入っていってしまうっていう、それは到達点がない冒険ですね。で、僕なんかはそれに対して、まあ、そういう意味で、なんていうか、まあ、まさに、
川口英会ってもう超一流の冒険家だと思っていて、要するに目的地があるわけじゃないっていうか、まああるんだけどね、そこで何をするかが問題なんで、だから探検家だと思ってんだけども、やっぱり鎖国下のチベットなんてさ、もしかしたら見つかったら死罪じゃそうない。ですね。それをさ、経典、まあ、サンクリスクリットとかチベット語で書いた経典だろうと思うけど、それを思い目指していくわけだよね。で、そのために準備がすごいよね。顔とか似てるわけじゃないですか。だから言葉完璧にわかると見つかんないよね、こう。で、完璧なんだよね、彼。だって、ネパール長いじゃないですか。とか、ダーリンで、言葉、学んでもチベッね。ト、徹底的にやっていって、だもんね。で、最後、彼は医者でもあるわけじゃん。それで、最後、ダライ・ラマが見てくれって言ったんですよね。で、あと、いろんな病気、最後は、経典集めるのにパンチェン・ラマが協力してくれたり。最後もチベット人も尊敬されて帰ってくるっていうかね。そういう、あの人とか中村哲さんとかもすごい、次世代の冒険っていうか、とか探検、なるほど。ただ、僕もそうだけど、稲葉さんのもうやってることは別に他の人に役に立たないんですよ。で、それが冒険と探検の違いだと思っていて、探検が役に立つ。ただ誰に役に立つかだよね。コロンブスとかマゼランとかは、帝国主義の人たちに役に立ったんで、新世界の人は9割の人が病気で亡くしちゃいましたからね。だから誰のために役に立つか。で、そこで、例に出したのは、カストロとチェ・ゲバラのグランマ号の冒険っていう、メキシコから亡命してたカストロがゲバラと仲良くなって、十何メートルのプレジャーボートですよ、遊び用に。それが80人も乗ってるんですよ。乗りすぎです。キューバ行くんだよね。で、バカだからさ、バチスタって、独裁者が軍隊に乗ってて、これから行くぞって言って出るんだよね。待ち伏せにあってさ、待ち伏せ合いますよね、それ。軍隊の12人だよ、80人。でも、その後山に入って革命成就するんだよね。あれは、大冒険だよね。でも、役に立ったって意味では、で、誰に役に立ったかっていうと、独裁政権下で抑圧された人々を解放したっていうね。その後の経過を、その社会主義が正しいかどうか。でもその時はね、社会主義正義だったんだよね。僕らの世代にとってはね。だから、貧しいというか、抑圧された9割以上の、だって1%満たない人が、まあ今も似てるけど状況が。独裁政権と同じじゃない、今は。だって国自体がそうだったわけで。中米特にね。ニカラグアなんて一家族でほとんどの土地持ってるなんて。ソモサっていうのはね。そうなんですね。それを支援してたのは民主主義を守るアメリカだからアね。メリカ、食料メジャーとかさ、多国籍企業にとって都合いいから。別に独裁者の方が土地を譲ってもらえるからね。みんなに土地を与えたって言ったら大変じゃない、一人一人交渉そうしですね。て。で、そういう意味で誰に役に立つかだよね。役に立つって。それで、今西欽さんは探検は学術探検だけだって言ったんだよね。それは、でも、学術探検なんか役に立ってんのかよって言いたくもない。だって、学術探検で、役に立とうと思っているやつで、
よりも遊びだと思ってやってる人の方が伸び伸びしてていい研究になると思うんだよね。うん、なんか余計な話それちゃったけど、そういう意味で、まあ、僕と似てるなと思って、こう目指すところに。嬉しいですけど、なんか最高の褒め言葉じゃないですか。そうそう、大ファンなの。昭和80年代のあの嘘みたいですよ、私が。テレビのかじりのことを考えたら。うん、本当に恐れ多い。本当にありがとうございます。本当に。